今回も大金持ちを目指して頑張りましょう。ゆっくり咲夜です。牛肉とポテトのビーフストロガノフが食べたいぜ。ゆっくりマリサだ。よくわかんないけどあたいも食べたい。チルノだよ。ちょっと録画ミスがありまして、時間が飛んでいます。スプリンクラーというアイテムを作成しました。スプリンクラーというと、作物の成長を早めるのか？そういう装置と聞いています。お水あげるだけで早く成長するってわけわかんないよね。学校で育てたヘチマもお水あげすぎると枯れるって言われたし。ヘチマ、懐かしいな。ただこのスプリンクラー、使い方がわかりません。設置しただけで動くわけじゃないのか。水の搬入が必要なんじゃね？いや、そもそも設置できないんです。ググってみるんだぜ。調べてみました。スプリンクラーとは別に、二つのブロックが必要でした。一つ目は木の水タンク。ミルタンク？ミルタンク、転がる、頭が。もう一つはこれですね。木の灌漑チャネル。なんだそれ。タンクを設置して、そこからチャネルを伸ばしていきます。そしてチャネルの先に、スプリンクラーを設置します。そして木のタンクに水を搬入すると、スプリンクラーが動き始めます。なるほど、そういう感じで水を搬入する形だったんだな。少しリアルなやり方なんだね。この、水がかかっている範囲の作物が、早く成長するようです。とすると、結構広そうじゃないか？アグリクラフトもちょっと進めたいですよね。ただこの狭い拠点だと、ちょっとやりにくいよな。そういえば、拠点を新しく建築した話ってしましたっけ？してないんじゃね？さすがにあの元倉庫を活用し続けるのは辛くなってきたので、新しく木造の家を作ったんですよ。ただ、これもだいぶ手狭になっちゃったんですけど。もういっそ空中とかに、でっかい拠点を作った方がいいのかもな。ということで配信しながら大拠点を作成するのですが、それはまだまだ先のお話。クエストで要求されたので、プレッサーという装置を作成しました。なんだろこれ。報酬では、大豆の種をもらいました。ってことは、大豆か、枝豆かを使うのか？ずんだですか？ずんだを作るんですか？突然のキリタン。残念ですがずんだは作りません。半殺しと全殺し。どっちがいいですか？そんな物騒な。ということで大豆の種を育てて、大豆をたくさん収穫しました。見た目的には、枝豆なんだがな。この大豆をプレッサーにかけると、絹ごし豆腐が出来上がります。へえ、これは豆腐を作るための機械だったのか。あたいは木綿豆腐の方が好きだよ。この豆腐は、いろんな料理の材料に使えます。ということで、一つだけ、豆腐を使ったお料理を作ってみましょう。大豆と一緒に、いちごも育てました。このいちごを材料に使います。豆腐といちご、あんまり相性がいいとは思えないが。ミキシングボール、豆腐、いちごで。ストロベリーアイスクリームが完成しました。いや、そうはならんやろ。なっとるやろがい。どうして豆腐といちごを混ぜたらアイスクリームが出来上がるのか、その謎を解明するために、我々は群馬の奥地へと向かった。行くな行くな行くな。でもネットで調べてみると、豆腐でアイスクリームを作るレシピが結構あるみたいですね。ヘルシーなアイスクリームとして、人気があるんだとか。へえ、そうなのか、全然知らなかったぜ。また一つ、勉強になったよ。そしてこのストロベリーアイスクリームは、安い材料で簡単に作れるのに、各肥満腹度を 4.5 も回復してくれる、優秀な食料なんです。これからしばらくは、これにお世話になるでしょうね。主食がアイスクリームか。では、次のクエストに参りましょうか。次は、イマーシブエンジニアリングの装置を作るクエストをやります。イマーシブって、ちょうど昨日動画のワールドで作った、ロマンの塊みたいなやつか。そうですそうです。もしまだ動画シリーズ見てない方は、見に行ってくださいね。自然な誘導だな。今回のクエストは、ヘビーマシンなんとかを作れと言われているので、スチールメカニカルコンポーネントを作りので、ヘビーエンジニアリングブロックを作りました。イマーシブの大型機械の部品になるブロックですね。残りの部品ブロックたちは報酬でもらえるようですので、早速組み立てましょう。部品ブロックたちを、このように設置していきます。今回はあえてのノーカットです。尺が稼げるからな。それは言わなくていいの。ピストンは下向きになるように、ハンマーかレンチで回転させます。これは置きミスかつブロック選択ミスです。やっぱカットした方が良かったんじゃね？正解は、ヘビーエンジニアリングブロックを頂点に設置して、これで OK です。最後に、エンジニアリングハンマーで中央部分を右クリックすると、機械が完成します。これは、金属プレス機ですね。リアルな見た目でいいね。もちろん機械ですので、稼働には電力が必要です。せっかくなので、イマーシブエンジニアリングで送電網を作りましょう。銅のワイヤーを作りーの、LV ワイヤーコイルを作りーの、LV ワイヤーリレーを作りーの、LV ワイヤーコネクターを作りました。使
い方なんですが、発電機と機械にコネクタを取り付けて、両方ワイヤーで結ぶだけの簡単操作です。簡単だな。ただし被覆していないケーブルを繋いで電力を流すと、近づいた時に感電してダメージを受けるのでご注意を。ケーブルを被覆するには、高容量大麻を加工する必要があります。あれ、大麻じゃなくてお噂らしいぞ。マジですか、お薬に引っ張られて大麻だと思ってました。そして金属プレス機を動かすのですが、その前に金型を作る必要があります。このエンジニアーズワークベンチで、金型を作ります。手に持ってると、なぜか青い紙が机からはみ出してるんだよな。エンジニアーズブループリントを作りまして、鋼鉄プレートが5枚と、ワイヤーカッターを使って、好きな種類の金型を作ることができます。今回は、金属プレートの金型を作りましょう。金属プレートはこの環境、至るところで要求されるからな。よし、これで稼働の準備は完了ですね。動かしてみましょう。金属インゴットを投げ込むだけで動きます。サラマンダーより、ずっと早い。ちょっと待って、昨日の氷河で作ったのと全然スピードが違うよ。あまりにも早すぎて、びっくりしたんだぜ。これ、スピードが改造されてますね。こんなに早く動いてくれると嬉しいです。ちょっと楽しかったので、もっとプレスしてみます。なんかおかしくなっちゃったよ。電力不足ですねこれは。いやでも、見てて気持ちよくなるスピードじゃないですか。これからプレートはとんでもない数要求されてくるので、バリバリと動いてもらいましょう。周辺の探索をしていたら、隕石を発見しました。何これ。アプライドエネルギースティクス、というモッドを遊ぶために必要となるものです。倉庫モッドだな。いつもリファインドストレージを使っているのですが、このモッドパックには AE2 が入っているのです。で、この隕石の中には、倉庫を作るために必要な、4種の金型のうちのどれかが入っています。つまり、宇宙から倉庫を作るための技術が降ってきている、ということなんだぜ。なんか壮大だね。まあ、この環境ではショップで金型が買えるんですけどね。宇宙の技術が買えちゃうショップさんすごい。と、今回はここまでです。そして皆さんは気づいたでしょうか？なんかあったか？実はこのパートの私のセリフのうち、3箇所だけヨウムさんの声で喋っています。全然気づかなかったや。もし正解がわかったら、コメントして言ってくださいね。これはかなりの難問そうだな。それじゃ、今回も見てくれてありがとうね。また、次回をお楽しみになんだぜ。ご視聴ありがとうございました。YouTube は高評価、ニコニコはいいねしていってくださいね。チャンネル登録やフォローしてくれると、私たちが喜ぶんだぜ。ゆっくり実況以外に、ボイスロイド実況なども投稿しているので、他の動画も見てみてね。ではでは、See you!